あなたは盲目の恋の怖さを知っていますか？遡ることおよそ5年前の2017年2月6日、カナダ・トロント市。この日の深夜、アパートが立ち並ぶ路地裏で、2人の中国人留学生が殴り合いの喧嘩をしていました。人の女に手出しやがって、イーハンは俺の彼女だ。諦めの悪い男だな。イーハンはもうお前には興味がねえんだよ。そうやって喧嘩をしている二人の傍らには、その様子を眺める一人の女性が、青年たちがイーハンと呼んでいるのは彼女のことでした。喧嘩の原因はイーハンの二股。しかし殴り合う二人を前にしてもイーハンは平然としており、止めようともしません。結局騒ぎを聞きつけた別の青年たちが止めに入り、この場は収まることに。イーハンは喧嘩をしていたうちの片方の青年と帰路につきました。そしてその道中、彼女は一緒に歩いていた青年に向かい、こんなことを言ったんです。ねえ、あいつ殺しちゃわない？恋人の喧嘩を止めることもなく殺人までを促してしまう女性。青年二人を虜にした彼女の恐ろしい本性とは。彼女は自身の醜い欲求を満たすため恋人たちを次々と貶めていくんです。おざす、スペースマウンテン乗りたいよ、ケンちゃんです。綺麗な鼻にはトゲが。私のトゲ見てみたい。闇闇子です。トゲって私のタブーなところに入ってきちゃったらチクってされちゃうかもよっていう話ね。本日ご紹介するのは一人の女性の二股が原因で起こった殺人事件なんです。いや、二股はねもちろんダメです、うん、でもそこから殺人まで行っちゃうっていう意味がわかんないね。色恋沙汰でそんな恨みを買っちゃったのかしら。この事件ね、単なる地上のもつれではなく、なんとその女性が青年たちの心をね巧みに操っていた。あら、魔性の女ってこと。本当に思うんですけど、はいはい、大人になるとさ、そういう損得で操ってくる、損得で近づいてくる人とか怖いっすよ、ね、怖いわね。それは皆さんもね気をつけてほしい。なかなか心開けないよね、そんな人に。まずはね、そんな彼女とターゲットとなった青年との出会いから見ていきたいと思います。最大の愛情表現。遡ることおよそ6年前の2016年8月、舞台はカナダ・トロント。学生たちがルームシェアをしている安アパートの一室では、いつものようにたわいもない会話が響いていました。そんな中で一人浮かない顔をしている学生が、おーい、ムーチェン、晩飯どうする？俺はいいや、今月ちょっと厳しくてさ。そう答えた彼は中国人留学生のムーチェン、19歳。身長が192センチでモデル体型のイケメン。おまけに貿易会社の社長の御曹司といういわゆるハイスペック男子でした。しかしそんな彼がなぜかお金のない学生たちに混ざって安アパートで暮らし、その中でも特に切り詰めた生活をしているんです。食費節約のためもう何週間も1日1食で過ごしているほどでした。そんなお金があるのにそこまでストイックな生活してたってさ、そこまでして何かやりたいこととか貯めたい事情があったってことなんじゃないの？お金はね確かにねあったんですけど、なんかこうそういうやりたいこととか達成したいことみたいなこととはまたちょっと違う毛色の話なんです。以前は高級マンションで何不自由なく暮らしていたムーチェン、彼が貧しい暮らしを強いられていることにはある女性との出会いが関係していました。2015年8月、トロントのカラオケバーで中国人留学生によるパーティーが開かれていました。そのパーティーの最中、男子学生たちの注目を一身に集めているのは当時17歳の小柄な女性。ねえ、イーハンちゃんは彼氏とかいるの？ねえねえ、 SNS 教えてよ。大勢の学生たちに囲まれ、ひっきりなしに話しかけられている彼女の名前はイーハン。芸能人のように整った顔立ちと、それを誇示するかのような派手なファッション。誰しもが見惚れてしまうような外見の彼女とお近づきになろうと、周囲の学生たちは皆必死でアプローチをしていました。そんな学生たちとイーハンの姿を遠目に見ている青年が一人、それがムーチェンでした。イーハンを見据える彼の眼差しは真剣そのもの。そう、ムーチェンはこの時心に誓っていたんです。絶対に俺がイーハンを手に入れてみせる。ムーチェンはこの日、イーハンによる学生たちの波をかき分け、なんとか彼女の連絡先を入手しました。ここからムーチェンの熱烈なアタックが始まったんです。イーハンはめちゃくちゃモテてたみたいだけど、ムーチェンは御曹司なわけでしょ。イーハンにね近づいたことがね、その後のムーチェンの人生を大きく変えてしまう。言い寄ってくる男子学生のほとんどを軽くあしらっていたイーハン。しかしムーチェンに対してだけはそんな彼女の対応も少し違っていました。ムーチェンが何度もデートの誘いをしていると、イーハンは徐々に彼に気のあるような素振りを見せ始めたんです。え、本当に俺とデートしてくれるのか。イーハンとデートの約束を取り付け、歓喜に震えるムーチェン。このデートで急接近した二人はついに付き合うことになるんです。ただそんなやり取りをする中で、イーハンは恋愛感情とは全く別の思考を巡らせていたんです。こいつ実家は金も
持ちなのね。使えそう。早速嫌な香り、とんでもない女の香りがしてきたわよ。自分がね好きだとか自分が綺麗だとかそういう男の心を自分の私利私欲のためにやろうとかね、ほんとなんか怖いっすよね。なんか港区とかにいそうなイメージ、それ以上はやめときなさい、やめときなさい、もうやめときなさいって言ってんだよ。こうしてイーハンと付き合うことができたムーチェン。しかし彼には一つ大きな不安がありました。イーハンは俺といて楽しいのかな、どんなデートをしたら喜んでくれるんだろう。ムーチェンは裕福であるものの田舎育ちの青年、都会育ちで流行に敏感なイーハンの好みがいまいち分からずにいました。そんなムーチェンの内心を察したイーハンはある時彼にこんなことを言います。愛してるって言葉だけなら何とでも言えると思うんだよね。それよりも私はプレゼントとか形あるもので愛を示してくれる人が好きだな。そう、イーハンは恋愛に疎いムーチェンに対し貢ぎ物をすることが最大の愛情表現だと吹き込んだんです。この日以来ムーチェンはブランド物のバッグやアクセサリーなどイーハンが欲しがるものなら何でもプレゼントするようになっていきました。しかしイーハンは欲しいものが何でも買い与えられる、そんな日々にもうすぐに飽きてしまいます。そしてある日彼女はこんなことを言い始めるんです。ねえムーチェン、もうプレゼントなんて回りくどいことをやめにしない？イーハンの言っている意図が分からず不思議そうに首をかしげるムーチェン。すると次の瞬間イーハンの口から放たれたのは思わず耳を疑ってしまうような一言でした。あなたのキャッシュカードをちょうだい。どういうこと？ちょっと待ちなさいよ、それは恋人の範疇を超えすぎじゃない？いくらなんでも明らかにね無理な要求だったんですけど、ムーチェンはイーハンのこの要求断れなかったんです。なんで？これ実はですね、イーハンがある心理テクニックを利用していたとも言われているんです。というわけで本日のメトラキーワードフットインザドアについて。フットインザドアとは最終的に目指しているものとは別の簡単な要求から交渉を始め、相手のイエスを積み重ねることでその後の要求も断りにくい状況を作り出す心理テクニック。人間は誰しもが無意識に一貫性のある人物に見られたいという心理を持っています。そのため一度要求を受け入れてしまうと後から大きな要求をされた時にも応じなければならないような気持ちになってしまうんです。貢ぎ物こそが最大の愛情表現というイーハンの言葉に同意したムーチェン。一度同意してしまったがばかりに彼はそこからエスカレートしていくイーハンの要求を断れなくなっていきました。そして最終的にはキャッシュカードが欲しいという明らかに度を超えた要求に対しても断れない状況に陥ってしまったんです。男に二言はないとは言うけど、キャッシュカードくればさすがに異常だってのは区別つきそうなもんだけどね。そうまでしてさやんないとさ、イーハンの心をつなぎ止めれないってさ虚しいっすよね。ムーチェンのキャッシュカードを手に入れたイーハンはそこから彼の口座にあるお金を湯水のように使っていきました。ムーチェンが今まで住んでいたマンションを引き払い安いアパートでルームシェアを始めたのは実家からの仕送りをイーハンが全て使ってしまうからだったんです。切り詰めた生活を余儀なくされたムーチェンはみるみる痩せ細り、身長192センチに対し体重は58キロしかない状態に。ムーチェンはそうまでして必死でイーハンへの愛を示そうとしていました。しかしそんな彼の行動を意にも介さずイーハンはさらに追い打ちをかけるんです。ねえもう残高がないんだけど、私のこと本当に愛してるの？焦ったムーチェンは新しく個別指導の授業料が必要になったと親に嘘をつき追加の仕送りを頼むほど、振り込まれたお金はもちろん全てイーハンの懐へと消えていきました。こうしてムーチェンがイーハンのために使った合計金額はなんと約1000万円。恐ろしい女ね。彼氏の口座1000万も使い込むなんて普通の精神状態じゃ無理よ。ズーズーしすぎるわよ。なんでそういう風に育ったんだろうってなるよね。すごいわね。まあね、そんなムーチェンもね経済力的にすごかったんですけど、そろそろ限界っていうところでイーハンはね次の行動に出るんです。もう一人の男。ムーチェンとイーハンが交際を始めて約1年半が経った2017年2月、トロント市内のカフェに一人コーヒーをたしなむイーハンの姿がありました。そんな彼女の待つテーブルへある青年がやってきます。お待たせ。ううん、全然待ってないわ、ハオラン。ハオランと呼ばれた彼はイーハンと同じ学校に通う中国人留学生。何年もムエタイを習っているハオランはスーツの上からでも体格の良さがわかる筋骨隆々の男でした。そしてハオランを前にしたイーハンは彼に向かってこんなことを言います。ねえハオラン、私欲しいバッグがあるの、買ってくれない？いいよ、これを飲みに終わったら見に行こうか。イーハンのおねだりにお安い御用と言わんばかりに応じるハオラン。そう、イーハンはムーチェンのお金がそろそろ底をつくのを見越して新しく浮気相手を見つけていたんです。しかもハオランは銀行の頭取の息子、比較的裕福なムーチェンとも比べ物にならないぐらいの大金持ちでした。なんなのよこのような浮気相手まで金づるにしちゃってんの。とどまるところを知らないわね。人間の欲ってこう無限ですよね。無限ね。もう使い道がないとね判断されたムーチェン、あっさりと捨てられちゃうんです。
同じ頃ムーチェンはイーハンが浮気をしていることも知らず、彼女へのバレンタインプレゼントを買いに街へ繰り出していました。必死の思いで工面したお金を携え、イーハンの喜ぶ顔を想像しながら品物を選んでいたムーチェン。そんなさらか、ムーチェンの SNS アプリにイーハンからのメッセージが届きます。あなたにはもう愛想が尽きた、別れましょう。突然別れを告げられ困惑するムーチェン。どうして？お金はお母さんに振り込んでもらったし、まだ足りてるはずだぞ。この後自宅のアパートへ帰った彼はルームメイトからこんな話を聞くんです。イーハンが同じ学校のハオランって男と腕を組んで歩いているのを見たってやつがいるぞ。話を聞いたムーチェンは込み上げる怒りを抑えきれなくなってしまいました。ムーチェン忘れた方がいいって、うん、これ以上関わってもほんとろくなことないから。そう。でもなんかムーチェン的にはこれまでね1000万円かけたからまだこだわってるみたいな心理があったらしいんですけど、この三角関係はねそれによってこうますますね泥沼化していくんです。魔性の女。2017年2月6日深夜、ムーチェンは自宅のアパートの前で険しい表情を浮かべながら誰かを待っていました。そこに現れたのは一組の男女。数日前にムーチェンに別れを告げたイーハン、そして彼女の新しい恋人ハオランでした。友人からイーハンに別の彼氏がいるという話を聞いたムーチェンは二人を自宅のアパートまで呼び出したんです。お前か、イーハンの元彼とかいうやつは。イーハンはお前みたいなつまんねえ男もうコリゴリなんだとさ。元彼だと？イーハンは今も俺の彼女だ。ハオランに挑発され叫びながら殴りかかっていくムーチェン。しかし極貧生活で痩せ細ったムーチェンと鍛え抜かれた体のハオラン、どちらに分があるかは目に見えていました。次々に繰り出されるハオランの拳に防戦一方のムーチェン。そばではイーハンが平然とした様子でボロボロになっていくムーチェンを眺めています。その時、やめてくれ、これ以上殴ったら死んじまう。騒ぎを聞きつけたムーチェンのルームメイトが駆けつけ、二人の喧嘩を止めに入ったんです。ルームメイトは二人を引き離すと暴れるムーチェンをなんとか抑え、アパートの中へ引っ張っていきます。なんだよここからって時に。喧嘩を止められ不服そうな表情を浮かべるハオラン、彼はイーハンと共に仕方なくその場を後にしました。止めが入ってよかったわね、クイがさ、ムーチェン残るかもしんないけど、ここで終わってよかったわよ。ここで話が本当に終わるのであればよかったんですが、そんな簡単にいかないんです。ムーチェンとの一件の後、二人並んで夜道を歩いていたイーハンとハオラン。眉間にシワを寄せたハオランの表情はまだ喧嘩の熱が冷めきらないことを物語っていました。そんな彼に向かい、イーハンは不安げな様子でこうつぶやきます。ムーチェンがあんなに執念深い男だなんて思わなかった。ついさっきボコボコにしたばっかなのに何心配してんだ。イーハンの顔をなぜといった様子で覗き込むハオラン。するとイーハンは急に口調を荒げこう言ったんです。ムーチェンはきっと今日のことを警察に通報するわ。そしたら私たち暴行罪で捕まっちゃう。きっと慰謝料を要求してくるはずよ。完全に取り乱した様子のイーハン、彼女は続けざまにこう言いました。ねえハオラン、私のことを守ってくれるよね。あいつが二度と逆らえないくらいに痛めつけてやって。何被害者面してんのこの女って腹立ってくるわね。イーハン的には過去1000万円ぐらい奢ってもらったみたいな自覚があったらしく、このままムーチェンがただで終わるわけないだろうっていうね、そういうこともねあったんですよ、だからこそこの事態最悪の結末を迎える。2017年2月7日未明、アパートの一室にはソファーの上に寝転がり落胆した様子でスマホをいじるムーチェンの姿があった。イーハン、なんであんなやつと。ハオランとの喧嘩の後、ムーチェンは煮え切らない気持ちを抱えていた。それでもルームメイトからなだめられたことでなんとか落ち着きを取り戻していたのだ。そうやってムーチェンが物思いにふけっている時だった。おいムーチェン、また会ったな。聞き覚えのある声に顔を上げるムーチェン。その瞬間、声の主はムーチェンの顔面に思いっきり拳を叩きつける。イーハンに妙なことをしやがったら俺が許さねえ。そう叫んだ男はイーハンと二人で帰ったはずのハオランだった。そのすぐそばにはイーハンの姿も。イーハンはムーチェンたちの住む部屋の地下室の扉がいつも開いていることを知っていた。彼女はそこからハオランを連れて忍び込んだのだ。うわぁ、何度となく振り上げられるハオランの拳。イーハン、どうして。鮮血が飛び散る中、ムーチェンの意識は次第に遠のいていった。こんなことして何になるっていうのよ、泥沼も泥沼よ、マジでね狂ってますよ、ここからねイーハンは驚きの行動に出るんです。ハオランが暴行を止めた時にはムーチェンの顔は血だらけで完全に意識を失っている状態でした。恐怖で近寄れずにいたルームメイトたちは急いで救急車を呼ぼうとします。するとすかさずイーハンがものすごい剣幕でこう言ったんです。救急車呼ばないで。そこから彼女はムーチェンの血まみれの服を着替えさせ病院へ行くためにタクシーを手配。イーハンは明らかに暴行を受けたと分かる状態のムーチェンを見られたり救急車を利用したりして警察に通報されてしまうことを嫌がったんです。すっかり怯えきっていたルームメイトたちはもはやイーハンの言いなりになるしかありませんでした。その後タクシーで病院に運ばれたムーチェンは脳内出血で死亡。
救急車で迅速に病院へ運ばれていれば彼の命は助かったかもしれません。こうしてイーハンの二股騒動は見切りをつけた恋人を浮気相手に始末させるという最悪の殺人事件となり幕を閉じたんです。そして実はイーハンをめぐって起こった暴行事件はこれが初めてではありませんでした。トロントに留学する前、イーハンはシンガポールへ留学していました。ここでも二股をかけていたイーハンは面倒事になるのを嫌って交際相手の男性に元彼への暴行を指示、殴れをした男性両名が逮捕される事件を起こしているんです。このように浮気相手をそそのかして用済みとなった恋人を力でねじ伏せるというやり方はイーハンの常套手段でした。警察沙汰になってるのまた同じようなことやろうとしてんの、うんうん、でも今回はさ人一人亡くなっちゃってるわけだしさ、うん、ただじゃ済まないわよ、うん、まあ、この後ねイーハンとね殺人を犯したハオランの二人は一体どうなってしまったのか。予想外の結末。ムーチェンが亡くなってから2年後の2019年11月、彼を殴り殺したハオランにいよいよ審判が下されようとしていました。重苦しい空気の中、裁判長は彼への判決を淡々と読み上げます。主文、被告人ハオランを懲役1年の刑に処する。ハオランの罪状は過失致死傷罪、故意の殺人ではないものとみなされたがゆえの軽すぎる判決なんです。この判決にはハオランの両親が大金を積んで凄腕の弁護士に弁護を依頼したことも関係しているといいます。そして気になるのは今回の事件の元凶であるイーハンのこと。彼女はなんと何の罪にも問われなかったんです。実行犯のハオランがすぐに逮捕されたのに対してイーハンは事件後一切の消息を絶っていました。 SNS のアカウントも全て消去し、学校の友人ですら連絡がつかない状態。その後の調査の結果、イーハンは事件後すぐに中国へ帰国していたことが判明。結局暴行に直接加担したわけではないとして罪に問われることはありませんでしたが、万が一に備え一人そそくさと逃亡していたのでした。現在も彼女は何のおとがめもなく故郷の広東省で平穏に暮らしているといいます。一方で亡くなったムーチェンの両親は裁判費用と裁判が行われていたカナダへの往復費用で財産のほとんどを失ってしまったんです。イーハンはムーチェンから全てを奪い、その家族までも破滅に追い込んだんです。恋愛感情は時として人の判断力を奪ってしまうもの、そこにつけ込もうとする人間は案外近くにいるのかもしれません。